愛知学泉短期大学は愛知県岡崎市辺護市長上川生28に本部を置く日本の私立大学である。1950年に設置された。大学の略称は学泉短大。愛知学泉短期大学は愛知県岡崎市内にある日本の私立短期大学。1950年に安城学園女子短期大学として設置された。かつては 最大で語学科を要していたが、再編により三学科となる。もともとは女子を対象とした短大だったが、幼児教育学科を除いて教学科されている。2019年度より幼児教育学科も教学科する予定であるため、全学科教学の短期大学になる。現在は岡崎市にキャンパスがある。かつては安城市と豊田市にもキャンパスがあった。 愛知学泉短期大学における見学の精神は、真心、努力、講師、感謝となっている。愛知学泉短期大学における、教育生活デザイン、総合学科キャリアデザイン、健康管理論、日本語表現法など教養科目のある、ベーシックフィールドに加えて、コミュニケーションスキル、メディアオフィス、ライフデザイン、ファッションアート、ヘルスウェルフェアの、 各フィールドから科目を自由に選択履修できるところに特徴がある。食物栄養学科調理や給食実習などを中心とした科目の他に、福祉や情報処理など多彩な科目が多いのが特徴。学外実習はもちろん、栄養教育、栄養教育実習など、栄養指導に関する科目もある。他、医療管理論、薬理学、 医療保険制度など医療事務関係の科目もある。幼児教育学科保育のエキスパートを育成する学科。幼児教育に必要な科目のほか子ども祭り、学内コンサート遊びを通して、子どもと関わるイベントなどがある。愛知学泉短期大学は2006年、財団法人短期大学基準協会における第三者評価の結果、適格認定を受けている。 研究発表会や卒業制作ファッションショーがある。学科過去の学科体制専攻科別科保育士資格と幼稚園、教諭二種免許状が幼児教育科にて取得できる。栄養士資格が食物栄養学科にて取得できる。司書資格が生活デザイン総合学科にて取得できる。過去には中学校教諭二種免許状の教職課程も、 設置されていた。短大設置当初、被服科、生活科ともに高等学校助教ゆ免許の教職課程も設置されていた。体育系卓球、バレーボールアウトドアテニスボーリング、野球、フットサルダンス、武道、バスケットボール、ダンスゴルフテニスなどがある。バスケットボール部は、計六回の大学日本一を誇る。文化系、パソコン、 自動文化、軽音楽、日曜大工、アニメオーケストラボランティア、陶芸、手話、美術などがある。愛知学泉短期大学の学園祭は、学泉祭と呼ばれ毎年、おおむね10月に行われる。路線バススクールバスカナダ旧市立、岡崎病院跡地に設置された、岡崎元気館にて、同担代の教員による親子を対象にした、公開講座として、 愛知学泉丹大学生による遊びプログラム等が模様されている。2008年7月16日、泉聖火株式会社と産学連携協定を締結している。NDK ファッションデザインコンテストやヤングダイナミックコンテストにおいて本丹大の学生が入選されている。服飾家デザイナースタイリストパタンラーマーチャンダイザー、インテリアコーディネーター、研究助手、秘書、 ブライダルアドバイザーなどの職種に携わる人が多いものとなっていた。企業への実績としては、コムデギャルソン、松坂屋、三越、丸江、JR 名古屋高島屋、円鉄百貨店、ソニー豊田自動車、アイフルホーム通れ、蒲氷信用金庫などがある。生活家食物栄養学科栄養士として、病院、施設などの給食や、 産業給職に携わる人が多いものとなっている。火星化、トヨタ自動車、三菱自動車、日産自動車、電装トーレミケハウス、静岡銀行、十六銀行、蒲氷信用金庫、東海東京証券、日本ツ運ほか一般企業での一般事務職が大半となっていた。現行の生活デザイン総合学科では、マックスファクター金棒子にかみ乗るた、 矢崎創業などがある。国際教養科一般企業への就職者が大半となっていた。ホテル小田急静岡、岡崎信用金庫、大和証券、愛信、日新宝石、名古屋鉄道、JR 東海ホテルズ JTB などがある。幼児教育学科保育所や幼児園への就職者が多いのが特徴。系列の愛知学泉大学他法制大学、愛知大学、 名古屋外国語大学、名古屋学芸大学などがある。ありがとうございます。